ベラルーシ国防省は14日6月にロシアで反乱を起こした民間軍事会社ワグネルの戦闘員がベラルーシで兵士を訓練したと明らかにしましたベラルーシ国防省はワグネルの戦闘員が東部で領土防衛隊を訓練する映像を公開しましたベラルーシはこれまでワグネルの創設者プリゴジン氏の入国を認めていましたが ワグネル戦闘,戦闘員の入国を認めたのは、今回が初めてとみられます。一方、ロシアのプーチン大統領が、先月、プリゴジン氏らとクレムリンで極秘会談した際、ワグネルの戦闘員に、新しい司令官の下で軍務を続ける案を提示したことが明らかになりました。これに対し、プリゴジン氏は、戦闘員らは同意しないと述べ、この提案を拒否したということです。